さん。はいはーい。さあ何ですか。来ました、はい、今回は久々のアンチ企画、はい、イエーイ。アンチ企画イエーイとかないから。アンチイエーイとかないから。ほらもう見てよ、おかかのこの状況。誰うちの主人のアンチってなってるから。まあこうやってきてますから、はい、僕もね、YouTube ももう間もなく80万人とか、うん、もしかしたらもう行ってるかもしれないぐらいの時なので、はい、まあ YouTube80 万人で、まあ朝の番組もやらせていただき、はい、で変わらずドラマやらせていただいたりして、もう本当にありがたい限り、うん、まあ芸能界でこう長くいさせていただいてるんで、まあ、完全にこうなってますから。完全にもうこれぐらいいきますから。こういうアンチ企画をやって、はい、たまにこうちょっと伸びてきたなと思ったら自分でこのへし折らないといけないんで、やっぱりもう人間調子乗っちゃうから。なんかまあ前にこういうアンチ企画をやった時に、はい、なんでこんな企画やるんですかみたいなコメントがあったの、はい、で俺もまあそんな別にやりたいわけじゃないよ、ただまあそのちょっと喜んでる。いつもちょっと喜んでるじゃん。なんかまあまあでも面白いですよ、普段こう聞けないあれなんで、はい、まあ、ちょっと覚悟を持って今回もアンチの方たちと真っ向からぶつかっていきたいと思います。行きましょう。よろしくお願いします。最初まあ一応何個かはその事前情報みたいなの入れつつ行ってきますね、はい、まず最初、これは多分バイク企画とか車企画とか多分それに向けてのアンチコメントです、はい、この方結構前から車やバイクの地上波番組に出ていますが、あまりにも知識がなさすぎてイライラすることがあります。なぜこんなにも取り立たされるのか不思議ですね。いやまあね、いやだからそういう意味で言うとそれ分かんない、その、まあ、もちろん皆さんの方が詳しい方多くいると思うし分かんないですけど、取り沙汰されるっていうのは例えばそのネットニュースになったりするときに多分皆さんちょっとボルテージが上がるというか、ただ俺が本当にこれね、ネットニュースの皆様に送ってないんですよ。これ俺が出してんだったら自分でね出してて、皆さんがそれ見てなんでこいつこんな知識もねえのになんか車好きとかバイク好きとか言って話題になってんだこの野郎って言うんだったらあれなんですけど、本当にね俺まで出してないです。これは自分の YouTube のチャンネルとか自分の Instagram のアカウントに出してるだけなんで、まあそこちょっとあーいやいやしすぎじゃないですか。ちょっと一回落ち着いて、わかるわかります。だからレースの番組に関してはもちろん解説の方とかいたんで、まあ、そういう方に教えてもらいながら、初年度は全く知識がない中やらせていただいたんだけど、終わりの頃には、まあ、芸能界の中でも本当にそのレーススーパー GT っていう分野に関してはまあ本当に詳しい上位にはなれたのかなと思って、まあ、番組を終えてしまったんですけれども、まあ、なんかそのあ皆さんの気持ちは分かりますけど、本当一回一回落ち着きましょう。一旦落ち着いてジェンマの動画を見ましょう。あ、来ました、ジェンマの動画を見ましょう、はい、次の、まあアンチコメントは、まあ、賛否両論というか賛否両論、自分の中で思うこともあるし俺もうんと思ったけど一応ちょっと読ませさせていただこうかなっていう、はいはい、そのジェンマの最後の回っていうのかな、はい、赤坂さん のはい、カスタムのバイクが出来上がった時、はい、それがネットニュースになってた、はい、はい、お金持ちの戯れですが知識とか自分でいじるとか考えてなくても注文一つで全て理想形が短期に出来上がる、それが与えられた特権ですね、完成形だけ見たいファン向けのチャンネルです。見てからいい。確かに俺もそう思った。マジで何どうした、何を言ってるんですか、えどういうこと。だからあのバイクが、はい、秋吉が注文して作らせて、はい、発表したと思われてるって。俺ねもさもさつけない。注文だとしたら
マジで遡って見てください、うん、今のところやってもらいや手伝ってもらってるよ、もちろんバラすとか、うん、やってもらってるとか発注かけてるとかまだそういう状況じゃないんで、金額も分かってない3万円ぐらいの、原付を買ったっていうだけで、ちょ、ほんとさ落ち着こうよ、一回マジで一回見てみてください。もしかしたらそのね、そのそういうなんていうのかな思いを持ってる人もいるのかもしれない。とりあえずちょっと一回見てから帰ってきてください。だから俺今回こうやってアンチをいろいろ調べてて、まあその嘘じゃないけど持ってるニュースとか全くこれもそうじゃん、その違った意味で捉えてアンチコメント書いてる人とかをが結構いて、うん、そういうのってどう思うのかなっていうのでこれを入れてみた。俺、うん、超面白いと思う。面白いと思うんだよ、かった。いや面白い。だってさ別にさ、そのネットニュースだろうが何だろうがいいけど、うん、俺に対してだよ、怒りなの、うん、さっきの方はイライラ、怒りを覚えて、うん、そういう感情をもうルンバが動き出しちゃった。怒りだしよ、ルンバが。アンチ戦争を始めた。イライラがこう、皆さんあるわけじゃん。そういう感情を持ってくれるって言っただけでもすごいと思うよ、うん、わざわざそれ労力だから、怒るとか、俺怒るとか、まあさ若い頃とか、まあ、今もたまにイライラするし怒る時あるけど年々減ってきてるから、うん、そう考えるとなんか皆さんイライラの感情を持てるって結構タフだなと思って、ちょっと一回ルンバと思ってイライラしてますはい、続いて芸能人の皆様、売れなくなると YouTube やりますよね。そんな感覚かな。ちょっと待って、 YouTube のアプリ持ってます？結構今そうそうたる方が多分チャンネルを持ってて、ね、はい、この方の売れてる売れてないがどのラインなのか分かんないけど、そう考えると俺はあんまりそう思ったことがないなっていうか一回もないかもしれない。なんか YouTube っていうものはもう全く別の世界で、なんていうの、テレビとかで、まあ、活躍する芸能人と YouTuber の方たちがいて、である時を境に、それはまあその2020年とかで、まあ、いろんなねことがある時に、まあ、やってみようって思ってやった人もいるだろうし、でそれが甘くなかったなって言ってやめた方もいるし、逆に YouTuber の方がテレビ行ってみようと思って、あ、テレビはちょっと向いてないなって思ってやめた方もいるから、今その一つの多分コンテンツとしてやってるから、売れなくなったから YouTube 行こうっつって正直じゃあやれる世界じゃないと思うんですよね。多分これはめちゃくちゃ僕の真面目に語ってますけど、テレビで売れなくなった人が YouTube 行って成功するなんてそんな甘い世界じゃないんで、そこはね多分ねはっきり言いますけど、あなた間違ってるよそう、まあでもそういうね見え方をするっていう意見は大事にしつつ、まあ引き続き変わらず YouTube も頑張っていきたいなと思います。続いて、はい、水浸し事件の、はいはい、についてのコメントです、はい、わざわざネタを作るために新居を壊すって YouTuber って大変だね。違うくて壊れてないし、水浸しになってなんか皆さん結構コメントくれたんだけど、たまたまそのあのタイル、ヨシキでいいとか分かるけど、うん、タイルの部分だから下に浸透とかもなくて溜まってっちゃう場所だったから、そのなんか壊れたとかも本当になかったんだけど、わざととかじゃないのよ別に、本当にこう わざとネタ作ってとかじゃないんだよね。だけどそういう水浸しになっちゃって、あ、掃除大変だな、もうすぐヨシキ来るな、ヨシキ来てからやろうっていうくらいのことだったんだけど、そう見えたんだね。続いてちょっとなんかあの好き嫌いみたいなアンケートを勝手に取ってるサイトがあって、好き嫌いアンケート、中尾明慶のことを好きか嫌いかみたいな、で100票集まってます、全部で、うん、でまあ何票何票だと思いますちなみに俺大体こういう時って7-3で7割好き、うん、3割嫌いぐらいがまあ、うん、標準じゃない？おお。感覚的なもんね。いいです、うん、お願いします。結果、好き23票、嫌い87票じゃ好き23票、嫌い87票、今朝会ってないのに110人いんのよ本当だ、怖いんだけど110票聞いてんじゃん
怖いんだけども110人でしたね、じゃあまあいいや、でも23人好きな人がいるんでしょ。まあそうですね。ああまあいいですよ、それはもう110人に聞いてみなよ、周りの110人に聞いたら、うん、23人ぐらいでしょ何そのアンケート、何そのアンケート、分かんない、面白い、誰に取ったんだよ確かにそんな嫌われてたか。続いて、何一つ大したことしてないのになぜか大物芸能人気取り俺ちょ待って、俺大物芸能人気取ってます大物芸能人気取ってたか、これ全く大物芸能人感ないなって自分のこと思ってたけど、そう見えたんだね。じゃあ芸能人に見えたってことでしょ。はい、やった続いて、これもごく最近の YouTube へのコメントですね。うん、金八先生の回、はい、チュウ君が生き残ったのは何でだろう、いい男でもなくそんなに演技が上手いわけでもないけどずっとテレビや映画に出てるね、しかも一流女優の奥様までいる、これをラッキーだけで片付けていいものか。よくないよくないんだラッキーだけでは片付けられないと思います。ラッキーはもちろんあるけどね、でまあそのまあ何、いい男でもないっていうのも別に俺いい男だと思ってないし、じゃあお芝居がうまいかって言ったらうまいとも別に思ってないし、ただその責任を持って、まあ、仕事には向かってるから、まあ僕何年やるか分かんないですけど、まあその辞める時に少しでもあお芝居うまくなったかもな俺って思いながら死ねれば別にいいと思ってるんで、今は別に勉強の途中なんで、まあそういう意見を大事にしながら、まあ、やっていこうかな。だからまあ別にラッキーでっていう、まあラッキーはもちろんありますよ、ラッキーはあるけど、じゃあラッキーを続けられるかって言ったらそういうわけじゃないから、まああとはまあ人に恵まれたっすかね。だからそういう意味ではラッキーとかじゃなくて、まあ周りの人かなとは思いますけどね。続いて、有名人の金アピールはやはりマンションか高級車。金アピールか、お金アピール、俺まあお金アピールアピールをしてるつもりはないけど、まあでも日常を映してるから、まあ家も映るし車も映るから、まあそれがまあお金持ちアピールみたいに見えちゃう瞬間はあるのかもしれないけどねでも逆に言うと、それを例えばじゃあ引っ越しましたとかって YouTube 上げたりすると、まあものすごい方が見てくれて興味を持ってくれる方もいるわけだから、それはお金持ちアピールしやがってこの野郎って見てる方もいると思うけど、どんな家に引っ越したんだろうって見てくれる方もいて、まあどちらかというと僕はその後者の方たちに向けてこう発信してるから、まあ、気に入らない瞬間もあるかもしれないんですけれども、チャンネル登録よろしくお願いします続いて、こいつ主演はないよな、脇役多い、せやなせやなせやな、まあでもそうだよね、圧倒的に脇役は多いし、主演なんて限られてるんであれですけれども、そうね、なんか主役の人がやっぱり大変ですよ。だから別に俺はそのなんていうの、脇役だからどうとかっていうのも、まあ主役がやっぱり一番大変、物語を背負って軸で生きてる、だからその主役の方のが、まあ、うまくいくようにとか伸び伸びできるようにとか、まあ、そう普段の空気作り含めてやってるかなって感じで、なんか別にそれは全然なんかあんまアンチコメントとも正直思わないけど、うん、脇役多いせやなせやな、もうなんで、まあでも主役とかも、まあ、まあ年齢40代50代とかになってたらどうなっていくかわかんないけども、なんかそういうもちろんチャンスがあればやりたいし、そういう思いはもちろん持ってるから引き続き頑張ろうかなと思います。続いて、ここで新企画、よいしょそんなテンションじゃないけど、ね、一人だけだよね、そんなテンションでよいしょとか言ってんのここまでだいぶえぐられてるからそんないきなり新企画よいしょって言われても、こうやって笑顔でやってますけど、中身だいぶえぐられてるし、なんこの野郎って思ってるからあまりいいけど、まあ新企画どうぞよいしょ、ヤフー知恵袋ってあるじゃないですか、
はい、まあ、丸々知恵袋、はい、それに、まあ、質問してる人がいて、ベストアンサーみたいなのがある。うん、何でもあるよね、例えば。そう、何でもある、うん、で、なんか質問して、まあ、いろんな人が返答してこれはベストアンサーですって選ばれた回答があります、うん、それを、まあ、クイズとして当ててもらおうかなっていう企画を、うんうん、1個目の質問が、はい、中尾明義ってかっこいい？ベストアンサーが書いてあります。それは何でしょう？かっこよくはないけど、いいやつそうじゃね？どうでしょう？正解は、中尾明義はかっこいい。おぉ、今日逆にアンチっぽいな。そうか、逆にのやつっぽい。やった、急に回復した。ポケモンセンター行ったわ。よかった、ここに入れてよかった。チャンつって起き上がったわ。あぶねえ。続いて、前にもちょっとありましたけども、まあ、中尾明さんと中尾明義って関係ありますかっていう質問。関係ありません。ベストアンサー、はい、ベストアンサーは親子です。バイキンマンの声の人はおじに当たります。適当じゃん。バイキンマンの声の人おじいさんじゃないから。中尾流星さんだから。違うから。ベストアンサーなんで、これもうちゃんとちゃんとやろう。ベストアンサーはもうお二方とももちろん大尊敬してますけど、できれば血縁関係というか親族だったりで会ってほしかったぐらいですよ。それぐらいですよ、本当に。はい、続いて、ドネア戦で殴られた後の井上尚弥選手と中尾明義って似てると思いませんか？このベストアンサーは、はい似てますの後に何って続くでしょう。はい似てます。井岡一人くんにも似てますが正解だと思います。はい似てます。井上尚弥選手の方がイケメンですが。ですね。だって俺別に大ファンだ。井上尚弥さんの大ファンだ。井岡一人くんも大ファンだし、俺ボクサーみんな大好きだから超嬉しい。似てるって言われるだけで最高。もうテンションまた回復した。回復してよかったっていうね。まあちょっとそんなクイズも取り入れつつ元のアンチコメントに戻ります。回復させて、はい、やつね。回復させるつもりはそんなだから。回復させてのやつ。続いて、家事育児やらなすぎじゃない、育児で揉めるの分かる、見てるとイラッとして無理、もうちょっとマシにやるべきことをやってほしい。育児やらなすぎじゃないって言われると、まあ、その俺皆さんがどれだけやってるかが分かんないからな。どこまでをその方が俺をに求めてるかが分かんないんだけど、まあ、家事は確かに料理とかあんまりやんないからあれなんだけど、まあ、洗濯はやってるんですけど、まあ食器洗ったりとかももちろん やってるんですけど、あと何ですかね。勉強しよう。勉強、あの今日もあの先ほどまであの夏休みの宿題あの、ま、丸付けを先ほどまであの私やっておりまして、でお昼ご飯は2人で、あのご飯はあんまり作れないんで、あの石橋貴明さんの YouTube に出てたあの鰹節定食屋さんのご飯食べ行ったりしまして、2人であの楽しく過ごしていたんですけれども、それでも私は子育てをしていないんでしょうか。なんかお許しください。また瀕死になりそうです。おもろいな。そっか、そういうふうに思うんだね。まあ、まあ、ニュースを見てね言ってるからね皆さん。まあやってるとも俺は思わないよ。俺はやってますよとかっていうふうに言えないけど、まあでも子供関して言えば、まあ、そこは結構本当にしっかりコミュニケーション取ってやってるとは思うんですけどね。ほらもう力尽きたよ。もう俺の気持ち代弁してくれて。はい、続いて、はい、今回も来ました。
芸能人なんだから見た目も商売道具の一つだよ。二重整形なんてほとんどの人がしてると思うし気にしないでいいと思う。またやんなきゃいけないのこれ。別に整形なんで今時別になんかなんともないしあれなんだけど、で俺別にしたらしたって言うって。こんだけ何でも話してきてしたらしたって言うに決まってんじゃん。それなんかだからそれぐらい多分本当に。でもさ最近思うんだけど、シワとか、まあ、シミとか、まあ、俺あとそばかすもメイクさんに結構多いっすねとか言われるんだけど、そういうのって年々増えてきたね。だからその二重の線もやっぱシワだから、だからおじいちゃんになったら俺よ酔えぐらいになって二重じゃなくて5えとかなってるかもしれないけど、それぐらいなんかシワがシワくしゃになってくんじゃないかな俺は多分。じゃあ続いて、いつかのアンチコメント企画にあったコメントです。ちょ待って、アンチコメント企画にアンチコメントしてきたの、はい、お喧嘩じゃん。喧嘩じゃん。アンチコメントにイライラするなら芸能界なんかやめて真面目にサラリーマンしてろ。え、ちょ待って待って、イライラしてないし。なそれで別に、ま、あのサラリーマンの人がこのアンチコメントを受けるより楽とも思わないし、サラリーマンの方また別でさ、社内でああでもないこうでもない言われたら似たようなことってあるんじゃないですかって思うから、本当にあのもうちょっとだけ芸能人やらせてください。最後いきます。なんか常に妻のご機嫌伺いしてる感ある？ある。ある。これでもさ俺思う、別にうちはもう子供も大きくなって、例えばじゃあなんかさこうイベントに出ますとかさ、2人でなんか喋る機会があったら面白おかしくあった出来事とか喧嘩のエピソードするけど、実際そんなにもうなんか子供も成長してるし、じゃあ俺が好きなことに時間を使っても別にそれでああだこうだ喧嘩になるとか本当にないんだけど、なんかいろんなこう周りの人、例えば釣り行く人とか、まあ、ゴルフ行く人とかみんなご機嫌というか顔色を伺って、それまでにポイントを稼いでようやく伸び伸びね、うん、やるっていう人が大体なわけだから、別にそのそういうもんなんじゃないですか。でも別にだって男だけがさ自由に楽しく遊んでいいわけないんだから、それまでに一生懸命ちゃんとこう家のことをしっかりやって奥さんのことも幸せにし、その上でやっぱり自分の時間で好きなことをするって、まあ別にそれ逆でも一緒だし、男だけじゃなくて奥様もそれをやってるだろうし、まあ、結婚生活ってそんなもんなんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。いやでもまあまあこんな感じで、こんな感じで面白かったっすね。まあでも僕まあでもね、こういう企画やって確かにまあ悔しいなとかうーって思うこともあるし、でもね、あそういう意見来るって思ってたなっていう時もあるし、なんか別にしてこれでなんかこんなやろみたいな気持ちというよりはそういう意見もあんだなと思うんで全然いいんですけど、憶測でやるじゃんみんな、そのネットニュースとかはネットニュースにしてくれるのはすごいありがたいんだけど、その動画を見ないで、あーそうね、みんなそこのネットニュースのコメントとかに書き込んだりするでしょ。なんかそれはね多分ねちょっとこう趣旨が変わってきちゃうというか、なんかそれ俺のこととかじゃなくてその動画を見た上で気に入らなければその動画にコメントをするとかは分かるんだけど、見ないでそのコメントとかになっちゃうとなんかちょっと多分ニュアンスが違ったりさする部分もあるから、なんかその世間のこうアンチマンの人たち、アンチマンの人たちはヤクマみたいな言い方、アンチマンの人たちは本当にその真実に向かってアンチマンであってほしいなと思うんですけど、さあ立ち上がれよアンチマン。でもそういう意見が来るのも、うん、ああ
だいぶ元に戻った戻った俺なら、いややられたね今日も絶対ね。いやでもいいよな、羨ましいわ。それでヨシキリーなんてさ、それアンチとかがないわけじゃん、極論ね。ないね、一件だけは来ましたけどね。いやでも基本少ないじゃん。あ、基本はないよ。でもヨシキ、うん、俺はさ、こうやっていっぱいアンチのコメントも来ますけど、ヨシキリーなんてもうファンの人しかいないんだからさ、だからそうやってさイベントとかできるわけでしょ。実はそうなんですよ。すごいよね。ちょっと入ってよ、交代だよお前。イベント開催決定、はい、皆様、8月18日に私、まあ、誕生日も含めまして第3回ファンイベントを開催させていただくんですけれども、来た瞬間にちょっとファンイベント、ちょっと人数が全然集まってなくてどうしようっていう相談をすぐしたら、こうやって打ってくれるね。第3回ファンイベント、はい、どこで？渋谷のロフトヘブンっていう場所でやるんですけど、はい、それヨシキ D のインスタから、どうやっていい？インスタから、まあ、インスタのトップに URL が貼ってあるんで、まあ、そこから応募フォームに行けるので、はい、はい、お盆で忙しい時期かもしれませんが来てください。俺の87人のアンチを言ってくれ。ちょっとイベントを開催させていただくので、もしご興味がある方は、はい、ぜひよろしくお願いします。インスタの方にぜひ見てくれたら嬉しいです。というわけでね、今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。もしよければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それじゃあ皆さんも素敵な一日をお過ごしください。いつも見てくれてる皆さんありがとうございます。俺アンチだけじゃねえかんな。中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。